高校9月24日から1983年11月2日は、1950年代後半から1960年代にかけて活躍した香川県丸亀市土井町出身の大相撲力士。最高位は、東関脇け5月場所、同年7月場所など、花籠部屋に所属していた。本名は、杉山登る。 現役時代の体格は188センチメートル、133キログラム。特異種は、左四つ、より、上手投げ。若野花監視の儀亭であり、高野花年明の儀亭である。香川県立丸亀高校では、柔道部に所属していたが、花籠親方に勧誘され、高校を2年で中退して花籠部屋へ入門。1955年3月場所で、 初土俵を踏んだ。当初の庶名は、本名と同じ、杉山。初土俵の場所では、番付外と新所で高成績を残したため、翌場所では、序の口を飛び越して、いきなり序二段に着いた。その後、国風の庶名をつけたが、縁起が悪いと言われて一場所で、元の、杉山に戻し、仙台花籠の現役名、三杉磯を襲名した際には、 大正時代の名力士の七度幕下には、まだ早いと言われて、これまた一場所で元に戻した。十両に昇進した1958年5月場所、より、若見すぎに改名したが、この四込名は、若の花と、三磯にちなんでいる。十両では三場所続けて十一勝四敗という、好成績を上げ、同年、11月場所で新入幕。そして、 同場所では10勝5敗と2桁勝利を挙げた。日市前頭4枚目にあった1960年5月場所では、初日弱グ黒に負けたが2日目以降すべて勝って14勝1敗と、入幕5自己最高の成績を収め、幕内最高優勝を遂げた。初日に黒星を喫した平幕力士の優勝は、 史上初で、以後も2012年5月場所の極展望まで52年間発生しなかった。以降は三役から幕内上位で活躍し、下位に下がると好成績を残して上位に戻ってきていた。その後、1962年9月場所より第5、上る、同年、11月場所より第5、9章と改名。1963年3月場所では、 小結びで9勝6敗と勝ち越し、その後関分けで5場所連続勝ち越して、1964年3月場所では、同地位で10勝5敗と2桁勝利を挙げ、大関昇進地下死を思わせた。場所後、双子山親方の実妹花田千恵子と結婚した。しかし結婚疲れからか、5月場所では4勝11敗と大敗し、大関取りの夢は消えた。 以後も上位に定着を続け、土地の海戦や佐田の山戦では前線した。しかし、1966年7月場所で、途中休場してからは番付が降下し、1967年5月場所では、番付削減により重量へ落とされてしまった。そしてこの5月場所には出場せず、同場所をもって、29歳で引退した。 引退後は年寄り、荒井草襲名し、義兄が経営する双子山部屋付きの親方となって、勝負審判も引退翌年の1968年から1982年まで、長年務めたが、死亡であったため、体を壊し観察委員会委員に移動した。1983年11月2日14時22分、観光編のため東京。 お茶の水の日本大学附属するが大病院で死去。46歳遺没。ありがとうございます。